こんにちは。大阪の吹田市にある実り薬店の大下と言います。よろしくお願いします。うちの店は、特にダイエットに力入れているんですけども、やはりダイエットというのはですね、精神論的なものというかね、そんなに難しく考えなくてもいいんですけども、結構ね、痩せようと思っててもお誘いが多いという方がおられますよね。もしダイエットするぞと思ってても飲み会やとか、ご主人がなんか買うてきたとか、もらいもんがあるとか、味見せなあかんとか、主婦の方なかなかいろいろ誘惑があるんですけども、この間の全米オープンテニスですか、大坂なおみさんが、日本人として初めて優勝されました。あの時にですね、ライバルの方、決勝の方、お名前忘れました、すみません。すごい試合でしたね。審判に間違ってるんちゃうんかとか、抗議をしてありました。いろんなメディアから見てですね、大坂なおみさんのすごくプレーは良かったので、自分にもイラついてたんですよね、あの人ね。それでそういうもう流れを変えるためのわざとした抗議ではなかったのかなんてね、いろいろ言われておりますけども、僕はダイエットとこの今回の大坂なおみさんの優勝をちょっと結びつけて考えたいのはですね、大坂なおみさんは自分のプレーをし続けたんですね。周りがどうであろうが、相手がどうであろうが、この状況がどうであろうが、自分のプレーに徹した。そして苦しい時には笑ったね。そして、最後まで勝ち抜いて自分のペースを貫いた。これってね、ダイエットでもやっぱり一緒なんですね。自分が痩せようと思った時に、例えば飲み会があったとか、味見せなあかんとか、ご主人がなんか残して後で来られる、いろいろ理由はあると思うんです。痩せれない理由だけど、ダイエットというのももちろん一日の勝負でもありませんしね。はい、だから今日ちょっと太ったからでもまた自分のペースに戻していく、そういう人のこう噂というかね、あんた食べへんの、痩せようとしてんじゃん、もうまた無理や無理、あそうほんなら食べてまじゃなくてね、やはりその自分を貫くっていうのが一つね、すごくダイエットにもつながるし、大坂なおみさんの素晴らしいところじゃないでしょうかね。まだ二十歳ですよね。それになんか最近めきめき強くなった、コーチも変わられたのかどうかちょっと知りませんけどもですね、そういうふうに自分を貫く、これでやっぱしね、かっこいいことだと僕は思います。別にそれこそモデル体型までね、痩せるっていう部分もいらないと。標準体重でざっくり体重から110、105引いたぐらいですよ。だから皆さんもですね、大坂なおみさん今すごくテレビで出てますけども、この子若いのに頑張ってるな、私も頑張ってみよう、そんなね気持ちでダイエットに臨まはったらいかがでしょうかね。大坂なおみさんも応援してますし、あなたのダイエットも応援しています。また何かあったらご連絡ください。ありがとうございます。